このシーではね、水筒とかどうですか？あのクリアな水筒あるじゃないですか、透明のボトル。ないのにこの透明のシールなんでペタペタっと。あとは何でしょうね。ご自身のお名前じゃないですもんね。ひどい。ひどい。スタッフさんの。これを使ってなんかパンの袋を止めようかなって今話してましたよ。いやー、そんなんだって使っちゃったらもう捨てちゃうわけですよね。そんなひどいですよ。え、確かに最後誰が生き残るのかみたいな。いやですよ、ひどい。そんなことしないでください。ひどいですよね。私水筒とか言ってたのに。あ、わかった。 MacBook とかあのパソコン、ステッカーたくさん払えてる方いらっしゃるじゃないですか。足してく。カップラーメンの歌ため。ひどい。もうひどいですよ、そんな。そっか、まあ、実用性は確かにありますけれども。え、じゃあもうあの、玉ねぎですか。ね、臭くなっちゃいそう、このお名前が。ひどい、もうスタッフさん怒っちゃう。え、仮にパンを止めるなら誰にするかですか。ひどすぎませんか。いや、もちろん私の名前で止めさせていただきますよ、それは。私が私のパンですというふうに。まあ確かに日常生活に取り入れていこうと思うと、まあ、実用性は確かにあるかもしれない。あ、風鈴、素敵。もうこういうことです。よかった、心浄化されました。よかったよかった。まあね、風鈴も確かに夏しかね使えないんですけれども、あれでも冬はほらこたつに貼る方もいらっしゃるかもしれないですよ。ということで、あれね、グッズありますし、まあ、こちらのトレーディングカードも名刺としても使えますからね、皆さん、あのボケとして。はい、あのこれ私ですと言ってこう出して、違うやないかいっていうツッコミ待ちももしかしたらできるかもしれない。いろいろ使ってみてください。あとこういう使い方あるよってあったらコメントで教えてください。ひどい、もう本当にひどい。スタッフさん手裏剣にしようとしてる。本当にひどいですよね。まあね、こちらね、お楽しみ袋売っておりますので、皆さんそんな使い方はせずにご購入いただければと思います。